トイ-700 の惑星系とハビタブルゾーンの1トイ-700b とは、カジキ座の方向に約 101.5 光年離れた場所に位置する、恒星トイ-700を公転する太陽系外惑星である。トイ-700b と表記されることもある。2020年1月にハワイのホノルルで開催されたアメリカ天文学会第235回会合にてアメリカ航空宇宙局が打ち上げた太陽系外惑星探索衛星テスによる観測データからトイ-700b を含むトイ-700を公転する3つの惑星を発見したと発表された。トイ-700b は惑星が主星の手前を通過することによる定期的な主星の見かけの明るさの現行から惑星を発見するトランジット法によって発見された。トイ-700b は地球とほぼ同じ大きさを持つ地球型惑星であるとされているが、主星に近いため液体の水が存在することはできない。表面温度は摂氏144度と推定されている。質量は正確には分かっていないが、2017年に発表されたフォーキャスターと呼ばれるモデルを用いたところ、地球の 1.07 倍の質量を持つと推測されている。公転周期は約10日で、トイ-700 系を公転する3つの惑星の中で最も内側を公転している。トイ-700 系の3つの惑星はすべて潮汐固定されている可能性がある。ありがとうございます。